代表的な脂質であるトリアシルグリセロールの構造。脂肪酸とグリセリンがエステル結合した構造を持つ。脂質は生物から単理される無極性分子に溶ける物質を総称したものである。特定の科学的、構造的性質ではなく、溶解度によって定義される。ただし、この定義では現在では、数多くの例外が存在し、十分な条件とは言えない。 現在の生、科学的定義では、調査脂肪酸あるいは、炭化水素さを持つ、生物体内に存在あるいは生物由来の分子となる。IUPAC でもルスリーディファインドタームとしている、通り、脂質の定義は厳密なものではない。従来の伝統的な定義ではその基準を満たしていない。脂質が存在するとして、脂質の正確な定義は存在していないとする者も,もいる。 非極性溶媒に、可用生物由来の物質水に不要有機溶媒に、可用脂肪酸あるいは炭化水素素,素を含む、生物由来の物質により、数種類の部分から組み上がった構造を持つ。コレステロールは、誘導脂質に分類される。ブルーアの分類に基づき、脂質は大まかに、単純脂質、複合脂質、誘導脂質の3種類に分けられることが多い。ただし、 これらの分類に当てはまらない物質も数多く存在するためあまり厳密なものではない。単純脂質アルコールと脂肪酸のエステルを言う。アルコール部分には直鎖アルコールのタグリセリン、ステロールなどが脂肪酸には多様な飽和脂肪酸、または不飽和脂肪酸が使われる。複合脂質、分子中にリン酸や糖を含む脂質で一般にスフィンゴシン、 またはグリセリンが骨格となる。誘導脂質単純脂質や複合脂質から加水分解によって誘導される化合物。生態中で有利して存在するイソプレノイドもここに含める。単純脂質グリセロール脂肪酸アルコールと脂肪酸のみがエステル結合してできている脂質を単純脂質という。生物ではエネルギーの貯蔵や組織の保護などに利用される。 生物中に多く見られる単純脂質はアルコールとしてグリセリンを持つものでこれらを総称してアシルグリセロールまたはグリセリドと呼ぶ生物的観点からは中性脂肪と呼ばれることも多いグリセリンには3つのヒドロキシル元がありエステル結合した脂肪酸の数によってモノグリセライドジグリセリドトリグリセリドと分けられる生態中では主に脂肪として蓄えられ 必要に応じてエネルギー源として使用される。エーテル型脂質のアルキルエーテルアシルグリセロールもここに分類される。アルコールとして調査アルコールを持つものはロウと呼ぶ。動物や植物表面に多く見られ保護物質として働いている。一部の植物を除いてエネルギー源とはならない。グリセリンの代わりにスフィンゴシンとアルコールが アミド結合したセラミドも単純脂質に分類される。複合脂質分子中に、リン酸や糖などを含む脂質を、複合脂質という、両芯倍性を持つものが多く、細胞膜の脂質に重層の主要な構成要素である、他、体内での情報伝達などに関わる。複合脂質は、部分構造として、リン酸エステルを持つリン脂質と糖が結合した糖脂質に対別される。 また、複合脂質の骨格となる分子は、一般的にグリセリンがあるいは、スフィンゴシンのみであるため、これらを基準として、グリセロ脂質とスフィンゴ脂質に分類することもある。脂質とタンパク質が複合した、リポタンパク質をここに含めることもある。誘導脂質単純脂質や、複合脂質から、加水分解によって誘導される、素水性化合物を、誘導脂質という。今日では、 生体中で有利して存在する各種、イソプレノイドもここに含めることが多い。脂肪酸、テルペノイド、ステロイド、カロテノイドなど、多様な物質が知られている。体の構成、エネルギー貯蔵のほか、ホルモンをはじめとする生理活性物質として働く。脂質は、極性の有無によって分類されることもある。極性脂質非極性脂質、喧嘩性脂質非喧嘩性脂質リピドマップスでは脂質を、 その国家。脂肪アシルグリセロ脂質グリセロリン脂質スフィンゴ脂質、ステロール脂質プレノール脂質糖脂質、脂肪酸と糖のエステルポリケチド。ありがとうございます。